いや、正直ほんまに無理だと思って諦めかけてたで。本当に、かなり手強かったね。でもまあ、なんとか討伐できて本当に良かったわ。モンハンワールドのベータのネズミなんては諦めてたもんね。それに比べたら、かなりの成長だよ。せやな。ただ、おつってるし、いろいろ改善点は多いけどな。そのあたりは、発売してからリベンジだね。お、クエストが始まったな。最初はキャンプでアイテムを取って、ご飯を食べてたね。このあたりの動きは、うまい人の動画を見て真似しただけやな。最初はご飯食べれること、すっかり忘れてたもんね。普段ここで食べないから余計にな。もしかしたら、食べてなければクリアできてへんかもだし。まあ、見ての通りタイムアタック動画じゃないから、そんなに解説はしなくていいかな。せやね、モンハンのことについて話す動画でええやろ。じゃあまずは、イベルカーナについて話そっか。公式サイトによると、漂流イベルカーナは、万物を凍てつかせる古竜、だって。残暑の季節にぴったりの冷たさやな。涼しいどころか氷漬けになっちゃうと思うけど。見た目的には、アルバトリオンに似てるよね。あとは、長い尻尾の特徴やな、あれがなかなか厄介なんよね。氷をまとっていない時は、3回連続でついてくるから、ちゃんと避けないとね。うちはまだできてへんけど、あれを切ると地面に突き刺さるらしいで。尻尾が刺さるといえば、ディノバルドも復活するみたいだね。ほんまに、モンスターがかなり増えそうで嬉しいわ。満を持して、ジンウーガも出てきたし。お姉ちゃん、ナルナクルタとジンウーガが好きだもんね。回避が楽しいからな。ジンウーガに関しては、サードが一番プレイ時間が長いから、思い入れが強いんよ。本当に毎日のようにやってたもんね。ほんと、その頃が懐かしいわ。モンハン自体はセカンド G が初だったけど、借りてちょっとやったくらいやし。自分で買った初めての PSP ソフトがサードやったからな。私も、ゆくも村の雰囲気とか、集会所の温泉とか好きだな。温泉に浸かって風呂上がりのドリンク飲んで狩りに出るなんて、ええよな。アイスボーンでも集会所に温泉があるみたいだから、楽しみだよね。発売が迫ってきて、そわそわしてまうわ。お姉ちゃん、未だに楽しみなことがあると、夜寝つけなくなっちゃうもんね。別にええやろ、そんぐらい。今回も0時からやるなら、その前まで寝るんでしょ？そやな、夕ご飯食べたらすぐ寝よう思ってるで。でも、結局あんまり寝れないんでしょ。直前となると、さすがに気持ちが高ぶっちゃってな。おかげで寝過ごさないで済むって思えば。でも、そういう考えの人も多そうだから、またサーバーが落ちたりしないといいよね。せっかくだから、オンラインでやりたいしな。モンハンは、誰かとやった方が楽しいし、長続きするよね。アイスボーンからは、二人用の難易度調整も追加されるから、積極的にマルチでやってきたいな。で、改めて動画を見てると、かなりガバガバな動きしてる。氷属性やられにはなってたけど、スタミナ切れで注意されちゃうとはね。まあ動画の方は、こんなダラダラやっててもクリアできるんだ、程度で見てください。発売までに、もうちょっと上達したいね。ボタンを連打する癖もあるし、そういうところから直していきたいよな。あと、アイスボーンの新モーションとかにも、どんどん慣れていかなあかんし。片手剣は、抜刀状態でもクラッチクローを使えるから、積極的に狙っていきたいよね。何回かやるとダメージが入りやすくなるから、結構頻繁に出していくことになるかも。全武器共通の新モーションだけあって、かなり重要な攻撃になってるよね。どんどん使って、どんどん慣れていこう。あと片手剣は、R3 を押せば、いつでもスリンガー強化打ちを使えるんだっけ？全武器でそうなんかと思ってたけど、調べてみたら使えない武器種もあるっていう。なかなか癖があるけど、モンスターがひるみやすいらしいから、使っていきたいよね。強化打ちからの派生のジャストスラッシュも、上手に使えるとええんやけどな。モーションもかっこいいし。大きな隙がないとちゃんと最後まで当てられないから、見極めていかないと難しいところ。あと片手剣で追加されたのは、クラッチクローアッパーやな。まだよくわからなくて使えてないけど、空中にいるモンスターにしがみつけに行けるみたいだね。閃光玉を何回も使うと耐性つけられちゃうから、こういう攻撃挟むんもいいかもしれんな。それにしても、どの武器もどんどん操作が複雑になっていくよね。それでも、最初は抵抗あってもだんだん慣れて使えるようになるから、
人間ってすごい。それに使えるようになっていろいろ駆使して枯れた時の達成感といったら、最初は苦手だったけどモンハンも少しは上達してるもんね。とは言ってもまだまだ上手い人から学ぶべきことは山ほどあるがな。まずはさっきの落石を外すみたいなミスを減らさないと。あれな、絶対奥の石めがけてちゃんと飛んでってる思うんやけどな。ちょっと打つのが遠すぎて判定がずれちゃったのかも。あとは上手い人の動画を見て真似しすぎないことも大事や思たわ。速い人はバックステップからのジャンプ攻撃ばっかやったけど、あんな的確に頭に当てられん。ちゃんと敵の行動を見て自分の動きを決められるようにならないと。攻撃だけじゃなくてアイテムの使いところとかも考えなきゃやし。ベータ版でいろいろ制限されてるとはいえ反省点は多いな。発売してからやってくうちにどんどん上達してこ。とりあえずイヴィルカーナはちゃんとした装備でリベンジしてやりたいな。それともう一体新しい古竜も発表されてたね。水属性らしいな、古竜にしては珍しい。トライのナバルデウスぐらいなのかな。なかなか特徴的な見た目でちょっと可愛いよね。可愛い？なんかピカピカしてて深海生物っぽさはあったな。その翼がすごい発達してるみたいでふわふわ動いてたんがちょっと不気味やったわ。クラゲみたいで可愛い。でも顔はあんまり可愛くなかった。うちも顔の横がトゲトゲしてるんはあんまり好きじゃないな。でも武器は絶対オシャレなやつになると思うで。確かに。そういえば既存のモンスターでもマスターランクの装備は結構リニューアルされてるっぽかったよね。スキルも楽しみやけど見た目もやっぱりちょっとは気にしちゃうよな。全部オーヌ見た目装備を用意してくれたら嬉しいんやけど、さすがにないか。あったら嬉しいな程度で思っておこ。そういえば今回は片手剣を使ってるけど最初から片手剣使いだったの？いや、モンハン始めたての頃は大剣を使ってたかな。片手剣を使うようになったのはいつか覚えてないや。4とか 4G あたりも大剣だった覚えがあるし、クロスあたりもリアル体験で遊んでたからな。フロンティアも一時期やってたけど最初は大剣で、でも早いうちに片手剣使い始めて、そっからはずっと片手剣だったな。じゃあフロンティアの影響で今も片手剣を使ってるってこと？多分な。ただもっと前から使ってたような気もするけど、まあ細かいことはええか。体験もうまく使いこなせてたわけでもないし、武器変えるのにそんなに抵抗はなかったで。ちゅうわけで一応片手剣メインでやっとるで。ただワールドはいろんな武器使ってるから使用回数はこんな感じや。あれ、ヘビーボーガンの方が使用回数が多いけど。ああ、これはな、拡散で歴戦古竜とか三段で旧族とか周回してたらこうなってもうて。まあ確かにその方が早くて楽だよね。でその後はタチ、ライトボーガン、ランスって続いてるね。タチはマム武器で強いんが当たったから使ったら割と面白くてハマった感じよね。見切り切りとか鬼人兜割りとか決まるとめっちゃ気持ちええんよ。確かにあれは楽しそうだったかも。ライトボーガンは歴戦王キリンとか7相手に担いでたな。あとはマムタロト集会でもお世話になったな。ガンナーは弾丸節約ってスキルが強いんだっけ？そうなんよ。 20% ぐらいの確率で弾を消費しないからかなり便利なんよね。それで最後に多かったランスは完全にサブ武器として使おうと思ってるやつや。いろんな攻撃をガードできて安定感があるし、操作も簡単やし、カウンターが決まると気持ちええし、昔は苦手だったけど使い始めたら割とハマったわ。そうなんだ。じゃあ基本的には片手剣とランスを使う感じ？その予定やけど、相手の動きとかを見ていろんな武器使えるようになりたいやん。だから弓とかハンマーとかも練習したいなって思ってるんよ。体験もせっかくだからまた使ってあげたいし、いろいろな武器を使えるようになれば狩りの幅も広がって一層楽しめるね。そういうことや。あ、そうそう、さっき新しいモンスターの話をしてたけど、亜種もいっぱい出てくるみたいだね。ワールドから登場のモンスターはほとんど亜種が出る感じやったな。ってことはバゼルギウスとかもあるかもしれへんね。超行きたないけど
ただでさえ面倒なモンスターだから、さらに凶暴になったら嫌だね。あとは、過去作のモンスターの足希少種がどの程度出るかやな。レウスレイヤーの金銀は出てほしい。今までの G 作品とかは、大体出てるし、出そうな気もするけど。でも、本当に、ワールドからは格段にモンスターの数が増えるね。嬉しい限りやで。開発さんに感謝せな。その意味も込めて、少なくとも1年ぐらいは遊んでいたいよね。1年な。今年度後半は、やりたいソフトがいろいろ出るんよね。まあでも、そっちももしかしたら動画を作るかもしれへんし、楽しみにしとってな。お姉ちゃんは気性だから、ちゃんと頑張ってね。あはは。さて、そろそろ終わりも近づいてきたけど、動画の方はどんな感じかね。足を引きずるまで追い込んで、タイムアップってのが10回ぐらいあったから、今回もそんな感じかなって思ってたよね。そうそう、って力尽きちゃってるし。ここでやめちゃうか一瞬迷ったけど、まあせっかくだし頑張ろうってことで、イヴィルカーナの元へ。諦めずに戦って、本当に良かったよね。それな、心の中に松岡修造がいなかったらクリアできひんかったかもしれん。でも、一回力尽きてギリギリクリアだから、やっぱりもうちょっと練習したら、タイムもそれなりになってくるんじゃない？それもそうやな。11、12分台あたりは、目指したいよな。いずれにせよ、ベータテスト期間中は、もうちょっと戦ってみようかな。クラッチクローの練習にもなるし、いいと思う。音楽もピアノがかっこいいから、聴いてて飽きないし。氷のエフェクトも綺麗だし。私は、氷まとい状態を解除するときのここの氷が一番好きかな。氷が砕け散るんが美しい。音と映像から涼しさすら感じるよ。みんなもアイスボーンを買って残暑を乗り切ろう。早く渡りのいて地も探索したいな。今までで一番広いマップになるらしいから、探索だけでもかなり楽しめそうよな。可愛い環境生物とかもいっぱいいそうだもん。ワールドでは環境生物全種類は捕まえられてないし、アイスボーンではそういうのもコンプしたいな。さっきのとこ、強化撃ちしようとしたけど、閃光弾撃っちゃってたね。ほんと、うっかりミスというか、変なやらかしが多かったような今回。ここも、せっかく頭ダウンしたのに、すぐ麻痺ってる。もはやネタの息。相手が止まってる時は、ジャンプ攻撃がええんやけど、使い慣れないから普通に切ってるな。あと、拘束する前にできれば、クラッチクローで部位を柔らかくしとくといいよ。好きあらばクラッチクローって感じがええんかもな。そうだね。で、逃げようとした時に閃光弾撃ったけど、さっき使ったばっかりだからダウンしてくれないという。足を引きずり始めたからって、焦りが見え見えや。初めて足引きずって最終エリアまで行けた時は、緊張で心臓バクバクだったもんね。さて、残り時間はというと。あ、私で見えない。いや、そこはどいたりせえへんのかい。代わりに言うと、あの時点で残り1分33秒だった。じゃあもう起こしてから1分ぐらいしかなかったんね。そうなるね。ほんとにギリギリ。アイスボーンからは、モンスターが寝そうな時に近くにいると寝ないから、先回りして爆弾セットとかができなくて大変。とは言っても、それが普通だよね。なんで襲われそうなのに悠々と寝始めてるんだよって感じだったし。確かに。あと、イヴィルカーナの寝床はクシャルと同じとこやと思ってたわ。まさかの下の方だよね。こっちの方が溶岩に近くて暑そう。あと、イヴィルカーナが他のモンスターと対峙するんも見てみたかったな。さすがにそれはベータテストなんだから欲張りすぎでしょ。でも、ネルニガンテの時は誰かと戦ってなかったっけ？それはネルニガンテの生態上の演出じゃないかな。と、なんやかんやでイヴィルカーナ討伐。嬉しくて、とっさにスクショを撮ってしまうという。いやあほんと、なんとかクリアできてよかったよ。諦めずに戦い続けることが大事ってことを学んだね。ほんまにな。この調子で、本編も頑張っていきたいの。ワールド未プレイの人も、飽きてしまった人も、絶対楽しめると思うから、いろんな人に遊んでもらいたいね。そんなこと、うちらが言うことでもないけどな。この動画は、こんなガバガバでも倒せるよって動画でした。気になるタイムは、
14分48秒93。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また本編でな。